桃屋のアート。最近の人気ぶりに増長し、すっかり天狗になってしまっている相方の聖夜も見て見ぬふりをしていますが、番組スタッフに非常に厳しく当たる。全てが自分のオーダー通りでないと怒り出すんです。粗品さん、このままやとあなた終わるよ。知らんよ。社会生活の中で僕が最終的に感じていること、それは仕事をやっていく上での信頼関係やね。仕事したての頃、最初こそうまくいかないにしても、ゆっくりでも力をつけて成果につなげることで信頼関係を築き上げていく、そして選ばれる人間として確立していくとよ。それこそがその人の将来を決めると思っとる。そうなる前提として、とにかく人間同士信頼関係を構築せんといかんとよ。今の粗品さんは真逆やね。みんな思い寄ると思うよ、あんたとだけは仕事したくないって。そう思われたら終わりよ。誰にも慕われん人間はいずれ業界から消えていく定めと思うけんね。相方の聖夜を見て見ぬふりってなんか指摘せんね。もしや粗品より立場が下ってこと？すべては粗品の手のひらで踊らされとる的な？何も口出せんとね。もしそうやったら、コンビとしても最悪な関係性やね。それともただ単に無頓着な人間ね、聖夜は。空気が読めん的な。ダウンタウンば見らんね。幼稚園の時からね、ずーっと一緒におって、今でもあんな仲いいとよ。すごかろうが。まあ、才能ありきはもちろんのことやけど、あのね、仲の良さ、人間性が今のお笑い界の金句として確立させとるったい。とにかく粗品さんは、たまたま人気爆発になったからといって天狗になってしまった。世間でもね、あんま好かれとう印象ってあんまないっちゃけども、それが番組スタッフにまで好かれてないげな。あなたを見なくなる日はそう遠くないかもしれんね。最後にサマーズ三村さんが、粗品さんが R1 撮った時に、未来を見据えた言葉をツイートしとったみたいやからお見せします。私の中では今回の R1 グランプリ粗品が優勝なのだけど、私は粗品以外が良かったと思いました。なぜなら粗品変な風になっちゃうよ、霜降り明星と飲んだりしての感想かな。粗品変な風になっちゃダメだぞ。この後 M1 も撮らせてしまったがために、彼はお笑いの革命家とかなんか思ってしまっとうと。皆さんも天狗にだけはならんごとよ。奈落に落ちるかもしれんけんね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。